まずは市代表をお願いいたします。海運株式会社的所董事长，台中市张副市长，台湾贸易协会的陈处长，还有各位媒体，ご来賓の皆さん、こんにちは。本日は生来日発表記者会にお招きいただきまして、本当に光栄に存じます。6月、今来日の食べ頃です。私は陽気ではないが、来日が大好きです。是杨贵妃啦，不过我也是很喜欢吃这个台湾的栗子啊。特别クローバー来日は香りがいい。甘くて美味しい。しかしね、台湾で私あまりライチを食べたことないというのは、ね、皮は黒く なって、それ水分もだいぶ流出してしまうようです。まあ伺いますと、殺菌の技術の関係で、但是为了要杀菌呢，所以说黑黑的呢。没有食欲。海運株式会社の宅杜事長は台湾高品質の農業技術を促進するために台中市政府のほか中高大学と協力して新鮮な大地を保つ技術を開発して行いました。この度タク会長のなみなみならぬご支持および中高大学の専門家の努力によってやっと新鮮真っ赤なライチを日本の皆さんに送ることができること、中日代表として本当感謝いたします。对我个人来讲，当然这是一个非常大的贡献，可以这样缓缓的把这个新鲜的荔枝送到日本来。那我在个人にとっても夢を叶えることで本当嬉しく思います。我也终于可以吃到跟台湾一样的荔枝，非常的高兴。今後ご臨場の皆さんも私と一緒に赤く美味しい台湾ライチを楽しみにしていただきたいと思います。最後になりますが、この度の発表会のご成功およびご臨場の皆さんのご多幸を祈念いたします。今日は本当にありがとうございます。ありがとうございました。ちょっと席にお戻りください。